はい、ポールモグです。江ノ島に、来てるんですけども、この岩屋に初めて来たのかな。こんなにね身近な江ノ島なのに。で、岩屋は涼しかったですね。そして富士の氷結とつながってる、っていうんですよね。確かに涼しかった、本当に。で、水が滴っててね。で、弘法大師だとかいろんな人がここにおこもりになって、いろんな、願掛けをしたりですね、悟りを開いたという場所なんです。やっぱそういうやっぱり雰囲気ありましたね。それでここをいろいろと見ている中で、この江ノ島っていうのはまずパワーの源泉というか、あらゆるさまざまな神様とか力がみなぎっているところだなということを感じました。そして江戸時代からね、こちらにこう四季折々 の機会に、江ノ島に来ていたっていうのもね、広重と か北斎も書いております。それもわかります。美しいですね。そしてあと何よりパワー、力ですね。何か私今日この江ノ島のパワーの、一番の根幹といいますか、を見たような、なんかこう確認したような、そういう気がいたしました。また来てみてですね、確認したいと思いますけどね。